その稲忠次から息子の忠治孫の忠勝の時代まで行ってようやと利根川から常盤川への水路が完成してさその水路が完成したので上流の利根川の席をポンと切ってで常盤川の方に水がグーッと流れてくるクライマックス第一部のクライマックスシーンめちゃくちゃ燃えるよ。 稲忠次から息子の忠春、ま、孫の、え、忠勝の時代まで行って、ようやく利根川から時屋川への水路が完成してさ、その水路が完成したので、上流の利根川の席をポンと切って、で、時屋川の方に水がぐーっと流れてくるクライマックス、第一部のクライマックスし、めちゃくちゃ燃えるよ。水がさ、ザーっと曲がり合ったら、そしたら下の方がさ、粘土になってるからさ、 あの、川の底の方が人工水路で粘土になってて、そこの赤い水がぐわーっと上がってくるんだ。で、赤い水がどんどん,どん増えてきて、これはダメだ。やっぱ席が切れると合流が早すぎだと思ったら、そしたら白いアブがブワーっと上がってきて、水がみるみる青く戻って、で、えー、時輪川の方へズワーっと流れてきてさ、あー、50年かかって、ついにトネ川の治水が完成したっていうシーンがあるんだけどさ、そのちょっと前に、 よいしょ。ちょっと読むね。えー、もうね、利根川工事の必要がね、なくなっちゃうんだ。50年間の間で。50年間の間で利根川はもう必要なくなった。もはや手を加える必要はない。そういう、えー、忠春の存念は、決して怠惰や東安から出たものでない。決して諦めから出たものでない。時代に即した合理的な判断だった。なるほど、先代、えー、忠次の頃なら、利根川を東へ。 の逃す意味はあったと。江戸の河口や洪水の問題も根本的に解決するし、何より関東平野の河口域、つまり耕作できる地域、田んぼが作れる地域がもう劇的に広がる米が取れれば民が潤い、年貢収入も増え、徳川家も一層強くなると。30年前、徳川幕府ができた頃には考えてきた。しかしそれから30年。家康の関東入府からもう30年が経ってしまった。日本の社会は大きく変わった。21世紀の用語で端的に言うと、戦国時代から江戸時代になったと。 幕府が開かれ、大名同士の戦争がなくなり、人々は農業に集中できるようになった。もちろん、神殿開発は今でも進められているけども、いくら田んぼを増やしたところで、それを耕す人口までが一緒に増えるわけではない。つまり、神殿開発っていうのはさ、田んぼの面積を2倍、3倍にすることはできるんだ。わずか10年、20年。でも、10年、20年で農民の人口が2倍、3倍にはならないよね。なので、えー、それ、 米を取ることよりも、むしろ、むしろ米を運ぶことの方が重要だと、そちらの方へ人々の意識が向くようになった。つまり生産よりも流通、社会の発展が次の段階へ進んだと言い方もできる。具体的には水路の整備。何しろ米は重いのだ。運ぶには陸路よりも水路を使う方がはるかに楽だし、また早かった。今日の高速道路に相当するだろう。もしも関東平野が隅々まで水路ネットワークで結ばれる日が来れば、その時は人々の生活は、より一層便利になり、より一層文化的になる。 というのは玄は演武の人にとって大きな期待になり始めた実際その整備は急速に進んだということでなんかね水を制して工作地を増やすことよりも水路をいっぱい作って米を運ぶことの方が人々を豊かになるようになったというような話で主人公のそのえー、っとですね稲忠次の思いっていうのは途中で 曲がってしまうんだけど、でももう必要なくなったかもわかんないんだけど、孫の時代になって、ようやっと成功したっていうプロジェクトが書いてあったらさ、なんかこうすごい胸にグッとくるものがあるんだよ。で、第一部そうや、第一部が流れを変えるのさ第二部がさ、金貨を述べるってやつなんだ。